皆さんお待たせ、カレンゲームラボのカレンです。24年は派遣級神ゲークラスのタイトルが続々リリース予定ではありますが、今回はちょっとその先の24年から26年くらいにリリースされるであろう派遣級神ゲークラスのタイトル1本と、その他面白そうなタイトル4本紹介しようと思います。チャンネル登録お済みでない方はぜひこの機会にチャンネル登録高評価ポチッとお願いします。まずは面白そうなタイトル4本を紹介。それでは曇りなき眼で見てまいりましょう。一つ目のタイトルはプロジェクト望月。リリース日は未定、ジャンルは都市型オープンワールドアクション、開発は望月ゲームスタジオ、プラットフォームは iOS、Android、対応プラットフォームについては開発が進むにつれ増えると推察します。本タイトルのプロデューサーはなんとパニグレの開発に携わっていた方らしく、アクション RPG に対する開発ノウハウを持っている方ということで、バトルはスタイリッシュでスピード感があり、テンポの良さが伺え、キャラチェンジ時の連携スキルやモンスター召喚など、さながら名調を彷彿させた感じとなってます。開発者さんのインタビュー内容では、オープンという部分を再定義し、従来のストーリー探索やモンスターとの戦闘、さらに育成というサイクルとは異なる体験ができることを目指しているということで、 PV 見ている限り様々なゲームの良いところを詰め込んで、分かる範囲で本タイトルの特徴を推察すると、ゼルダの伝説ティアキンでおなじみのゾナウギアのような乗り物開発システム、名調を彷彿とさせるバトル要素とモンスター収集装備システム、さらに GTA ライクな自由度の高いオープンワールド、こういった要素をうまく一つにまとめ上げたような感じで、これがうまく機能し、ユーザーが目的を失わずに、さらにマルチでの遊びをうまく取り入れられれば結構良いものができそうな感じですよね。何にしてもどんな形で化けるか今後の動向に期待したいところです。リリース時期は未定ではありますが、5月か7月頃に現地でオフライン小規模テストが行われるようなので、新情報が今後さらに増えると思います。お伝えできる内容があればまた改めて紹介します。続いてのタイトルはコード Z アノマリー。リリース日は未定、ジャンルはオープンワールド TPS、 開発は404ゲームス、プラットフォームは iOS、 Android。 物語のテーマは都市の不思議な異常現象をテーマにした RPG で、主人公となるプレイヤーは奇妙な屋敷調査局の管理人として調査員たちを率いて神様町の探索と調査を行い、異常な出来事を解決し、異常な異物の保管管理を行うということで、PV 見る限り雰囲気出てますよね。冒頭シーンはノスタルジックな演出から20世紀少年に出てくる友達のような仮面をかぶった人々、世界観が崩壊していくようなシーンなどなど、ダーク感満載な世界観。またバトルについては TPS ということで、ガンシューティング寄りの内容のように感じますが、PV 上では刀を使った近接攻撃を軸としたキャラもいることから、近接攻撃もできる TPS という位置づけのジャンルのような気がします。FF7 ジスファーストソルジャーの戦闘に近しいですかね。まだまだ情報が少なく、お伝えできるのはこの程度で、今後最新情報があれば改めて紹介しようと思います。続いてのタイトルは Into the Void。 リリース日は見て、ジャンルは TPS アクション、開発はナーバスツリー、プラットフォームは iOS、 Android、 PC。 本タイトルはアニメ調の TPS 作品ということで、様々なキャラと武器、さらに固有のスキルを駆使して戦場を戦い抜いていくといった PVE 要素の強い内容のものとなっております。キャラによって戦い方に変化があり、重火器による攻撃以外にも近接戦闘や空中からの攻撃など多数の攻撃手段があり、結構幅広い戦い方ができる印象です。また PV 見る限り、簡単なキャラメイクやロボットに登場した戦闘が行えるようになってます。現在1回目のベータテストが終了し、参加された方のコメントを見ていると、ネガティブなコメントは少なく好印象な内容となってます。数点目だったネガティブなコメントとして、女性キャラが少ない、ロボット出撃時にフリーズすることがある、 PC の方が操作がしやすい、スノーブレイクに似ているといった感じで、最近のアニメ調ゲームで女性キャラが少ないってのも珍しいですよね。多分ベータ版だったんで、主要キャラがそもそも少なかったような気がします。フリーズや操作のしやすさという部分はプレイ体験に大きな支障が出るので、しっかりと修正が入ることを祈ってます。そしてスノーブレイクに似てるってのは否めないですね。スノーブレイクに似てますが、個人的にはソードアートオンラインフェイタルバレットにも似ているかな。 TPS アクションはどうしても似たり寄ったりするので、どこでオリジナリティ出していくかがポイントと思われます。また今月中に2回目のベータテストが予定されているので、今回参加できれば
プレイレビュー出したいと思います。続いてのタイトルは G レルム、リリース日は未定、ジャンルはオープンワールド TPS、 開発はリフレックスフォックス、プラットフォームは Android、 プラットフォームについては今後開発が進むにつれて増えると思います。本作は自由度の高いオープンワールドということで、世界観のテーマは救う価値のない世界なら破壊すればよいということで、稀に見る激しい感じのテーマで、雰囲気がちょっとニーヤっぽい世界観な感じがします。まだ詳しい物語の概要が判明していないのですが、 PV 見ている限りダークな印象と結構激しい戦闘が楽しめそうな内容で、どことなく以前紹介したパンスタジオからリリース予定のデュエットナイトアビスになんとなく似ている感じがします。アニメテイストではなく、フル 3D で描かれる美麗な 3D モデリングで、こういうの出すのって最近珍しいなといった印象、ある意味一周回って新鮮さすら感じます。ゲームの細かい内容自体は不明ではありますが、3人編成による入れ替え式の内容となっていて、アスレチック要素の強いフィールドをパルクールアクションを駆使しつつ敵を殲滅していくといった、結構 PS 求められそうな内容と推察します。現在ベータテストの参加権が抽選で当たるキャンペーンなども実施していることから、近々ベータテストがあるのではないかと思います。ベータテスト後は様々な情報が出てくると思うので、有益な情報があれば改めて紹介しようと思います。はい、ここまでが今後リリースする面白そうなタイトルで、視聴者兄貴、視聴者兄貴の皆様、お待たせしました。続いては3月20日に開発発表がされ、クオリティの高さから一気に話題をかっさらった新作派遣級タイトル、アズールプロミリア。リリース日は未定、ジャンルは精霊同伴ファンタジーワールド RPG。開発はマンジューゲームス。プラットフォームは iOS、Android、PC、PS5 ということで、映像を見てお分かりいただけますか？ビジュアル的な表現はかなりクオリティ高いですよね。まず見た目って重要ですね。そしてバトルにおいてスピーディーな連携アクション、爽快な無双感が見てわかります。そんな本作の開発元であるマンジューゲームスはどんな会社ってところなんですが、中国上海に本社を置くゲーム開発スタジオ、代表作はヨンシーとの共同開発を行ったアズールレンで、アズールレンのパブリッシングを行っているヨースターや、先月売り切りタイトルであるエクスターストリスをリリースしたハイパーグリフとの関わりが深く、資本関係はわからないのですが、この3社中国本社ビル内に同居しており、ある程度の職員であれば自由に行き来できるほど仲が良いようです。行き来できるってかなりやばいですよねそんなゲーム開発スタジオ、マンジューゲームスが手掛ける本作アズールプロミリアとはどんなゲームなのか、本作の特徴、 PV やキスの情報から読み解いていきたいと思います。まず基本情報から。開発元のマンジューゲームスについては前述の通りで、ゲームジャンルはオープンワールド風ではあるものの、公式情報としてはどこにもその記述がなく、各メディア情報でもその記述はなく、明確にオープンワールドかどうかは不明、広大なエリアごと区切られている可能性は十分にあると思います。 BGM となる楽曲制作にはパトレイバーシリーズやガンダム00に携わった河合健二さん、アズールレインやオクトパストラベラーに携わった錦康則さんが携わってます。続いてゲームシステムについて、まず主人公となるプレイヤーは男性女性から選べるいつもの仕様、メインストーリーを進行しつつ規模と呼ばれるモンスターを収集、交配、育成、育て上げるのが一つの目標。さらに自身の拠点建設においては規模を使って発電したり、素材集めの自動化であったり、移動手段の乗り物として使役したり、なんか最近話題になったあのタイトルを想像してもらうと分かりやすいかも。そして本作の売りとなる要素の一つ、バトルについて、バトルはシンボルエンカウント式で一定エリア内の敵とバトルが発生する仕様、編成は3名×規模3体を組み合わせたキャラ入れ替え方式、各キャラ規模にはそれぞれ属性があるため、組み合わせ次第で戦闘を有利に運ぶことが可能。操作はよくある構成で、回避、基本攻撃、複数のスキル、さらに規模と呼ばれるモンスタースキルを組み合わせつつ戦闘をこなしていくといった感じ。場に登場しているキャラに対して装備している規模はオートで戦闘をサポートしてくれる仕様、各スキルはアニメーションによる豪華な演出で見応えのある内容となってます。キャラチェンジ時は発動条件は不明ではありますが、チェンジタイミングで退場キャラは特殊な攻撃を行い切り替わるような仕様、また一定の敵にはブレイクゲージがあり、ある程度ゲージを減らすことで強力な金属アタックを
を繰り出すことができ、一気にブレイクすることが可能。バトルはこんな感じで、実際のバトルではスキルボタンが2種類しかなく、システム画面上では4種類のスキルがあることから、もしかしたら4種類のうちから2種類スキルを入れ替えて使える仕様なのかもしれないです。育成面については現状不明ではありますが、分かるところはキャラのレベルアップ、スキルレベルアップ、さらに規模の育成はレベルと進化があることが分かります。当然もっと深い育成要素のため、今後の情報に期待したいところです。また美少女キャラをめでる要素がありそうで、プレゼントを渡すことや箱庭要素的なものがありそうな感じがします。美少女と原神パルワールドを掛け合わせたような内容なのかなといった印象で、本国の攻略掲示板などを眺めてると、原神に勝てるかもしれないタイトルということで盛り上がりを見せております。結構作り込まれていて、日本公式サイトではすでに世界観に関する情報が結構出てたり、ゲーム内の各種コンテンツはそれなりにできていそうなので、ゲームサイクルを回せる状態であれば本国のみアルファテストが10月頃にありそうな予感。何にしてもかなり話題性があるので、今後も定期的に調べて有益な情報をお伝えしていこうと思います。はい、今回は覇権級タイトルと今後リリース予定の面白そうなタイトルをお伝えしてまいりましたが、いかがでしょうか。まだまだこれから覇権神ゲー級のタイトルが続々リリース予定となっていて、どれもこれも国産じゃないという悲しい現実。現状国産のオリジナル IP でこれは神ゲーだというソシャゲはリリースされていないので、今後頑張っていただきたいところです。ということで、チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録高評価ポチッとお願いします。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。